コーダ・ジェイムズ・グローバーは、アメリカ合衆国オクラホマ州、ルフラワ軍、モンロー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウアメリカ先住民、チェロキー族を祖先に持つ。メディアによっては、グラバーとも表記される。2015年の MLB ドラフト8巡目で、ワシントン・ラショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-Q オーバーダブル・ w、デイズで、プロデビュー。 A 級、ヘイガーズタウンサンズでもプレーし、2球団合計で19試合に登板して1勝1敗、5セー部、防御率1.80、38奪三振を記録した。2016年は、開幕を A 級ポトマックナショナルズで迎え、A 級ハリスバーグセネターズとトリプル A 級シラキュースチーフスを経て7月20日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは19試合に登板して2勝0敗、防御率5.03、16奪三振を記録した。2017年からはマット・ウィータースの加入に伴い、背番号を3 2変更した。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となり、怪我などもあり、現役引退を表明した。 小さなテイクバックから90マイルパーアワーの高速スライダーを操り未来の守護神候補と言われた。ありがとうございます。